司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺司法書士やっております。遠方にあるお墓、まあ、結局実家は遠方にあって地方にあって、今は大阪とか東京に出てきてると。で、遠方のそのお墓だけが残った状態になっている場合には、早めに改装って言って、そのお墓のお引っ越しの手続きをしておかないと、誰も見れないお墓になってしまいます。ですので、まあそういう改装っていうのはこう供養とかしてまた持ってきてお墓を作ってとか、あとはまあ永代供養みたいなところに入れるとかっていうことになると思いますので、その時間もかかりますし費用もかかるので、例えば、まあ、ご実家の方にお墓があって、まだご両親がご健在で元気な時にある程度相談をしておいて、まあ、ご両親の万が一の時にはお墓のこともちゃんと考えて、例えばそういう都市の方ですね、大阪とか東京の方に持ってくるっていうことも必要だと思われます。まあ、詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。